入れていけ。運の悪い奴ら。お前ら、俺についてこい。調子に乗る。お前ら、行くで。死なせてくれよ。とりあえず死ねよ。気流か、突撃！すいません、やめろ！飛び残らず叩き潰す。さあ、始めよう。よし、俺たちの勝ちだ。よーお疲れ様でした。よくやったお前ら。やるね。さすが元登場界四代目。この短期間でよくチームをまとめたもんだ。ナイト。チームバトルごっこ、ずいぶん楽しませてもらったよ。だが、そろそろ飽きてきたかもな。次は最終決戦と行こうか。お前らがもし勝てたら、ジャスティスはこの尾道から撤退してやるよ。本当だな。ああ、万が一にも勝てたらの話だけどな。今までのはお遊びだ。次は全力で行かせてもらうぜ。せっかく固まってきたチームがやられて悲しそうな顔してるあんたが目に浮かぶよ。現実になるのが今から楽しみだぜ。おい、ナイト。あ？トランキーロ、あっせんなよ。てめえ、覚悟しとけよ。次は内藤との最終決戦か。気合い入れていかねえとな。ああ。ついに内藤との決戦ですね。勝ったら尾道から撤退するって言ってましたけど、本当っすかね。おそらく本当だと思うぜ。あいつはそんなダサい嘘をつくやつじゃない。それに矢野と内藤を倒したとなればジャスティスの戦力も相当薄くなる。結構ターニングポイントになりそうっすね、この戦い。ああ、余計に負けるわけにはいかねえな。よし、お前らそろそろ行くぞ。おうよ、ナイトをぶっ潰してやろうぜ。よっしゃー。おう。ブエナスノーチェス、キリュウさん。じゃあお前の望み通り来てやったぜ。決着をつけよう。言われなくてもそのつもりだ。悪いけどキリュウ会潰させてもらうぜ。上等だ。さて、それじゃあパーティーのスタートだ。
前ら、俺についてこい。とりあえず死ねえ。運が悪かったんだ、お前は。運が悪かったんだ、お前ら。お前ら、俺についてこい。飛び残るす、叩き潰す。飛龍会の勝利だ。よくやった、お前ら。まさかこれほどとはな。ちょっと油断しすぎたかもな。さあ、お望み通り相手になってやるよ。俺と対マンしたかったんだろう。は、いいのか？あんたは仲間が残ってる。怠慢なんてしない方が有利だろう。俺は頭がいい方じゃねえ。有利とか不利とかよくわからねえな。なるほどね。だからあんたの周りには人が集まってくるってわけか。そういうの虫図が走るんだよ。でも俺は頭がいいんでね、今回は甘えさせてもらおっかな。キリュウさん、怠慢で勝負させてもらいますよ。ああ、さっさとかかってこいよ、ナイト。トランキーロ、焦んなよ、キリュウ。セブン、内藤にも勝った。大丈夫ですか？はあ、なんとかな。
約束だ。尾道からジャスティスを撤退させろ。安心しろよ。俺と矢野がやられた時点で尾道に部隊をつぎ込む余裕はなくなってるはずだ。それに一応約束したからな。もう尾道侵略はねえよ。あとはカムロ町に乗り込むだけだな。岡田、待ってろよ。おい、桐生さんよ。ん？俺はあんたやジョーみたいな感情や男気で動く連中が嫌いだった。だが心のどこかでは憧れてたのかもしれねえ。桐生一馬、俺はあんたみたいな男になりて、俺をあんたの相棒にパレハにしてくれねえか。内藤が仲間っていつ裏切るか分かりませんよ。信用できないっす。いや、内藤は嘘は言ってねえさ。桐生さんに惹かれる気持ちは俺にも分かる。ジョーさん、もしかしてそっちの？バカ、ちげえよ。パレハが何なのかよく分からんが、ついてくるなら好きにしろ。次の戦いはカムロ町だ。それまでに怪我を治すんだな。トランキーロ、あっせんだよ。内藤もやられたみたいですね。そうか、やはりな。予定通りカムロ町に残り戦力を集結させる形で構いませんか？ああ、それで進めてくれ。アウェーでの戦いはもうおしまいだ。ここからが本番だ。あいつらを手厚く出迎えてやらないとな。わかりました。じゃあ、桐生一馬。これで尾道はなんとかなりそうっすね。残りの六強人たちはカムロ町で待ち構えてます。今度桐生さんがカムロ町に向かうときに俺らも一緒に行きますから、都合つくときにカムロ町のアジトに顔出してくださいね。